ダゾーン。では両チームのメンバーをご紹介します。まずはホームの山口です。直近の千葉戦からは5人リーグ戦スタメン変更です。ゴールキーパー田口淳と前、今日は加入後初スタメンの下堂、ヘナン、そして新保の最終ライン、山本、佐藤、健介、相田、吉岡の中盤、前線には奥山、末永と並びます。一方の仙台です。こちら直近の甲府戦と全く同じスターティングイレブンです。ゴールキーパー林、マセ、小出、姿、奥山、正幸の最終ライン、豪家、松井、鎌田、そして中島の中盤、中山と 1.5 列目エロンという 4-4-2 の布陣です。前、高幸選手、山口では2度目のプレー、2022年の夏からまたこのチームに加わっています。 J 通算300試合出場を達成しました。血を這うようなミドルシュート、田口淳斗が体を横倒しにしてよく抑えました、ね、それに対して前線の選手もね、見ないでも裏に出ようとしてますので、まあ、これの精度が伴えばそれでね、一ついいと思いますけど、まあ、ここがいい起点になりましたね。いいボールが末永に通りました。末永、うん、今下堂もいいところを見ていて、はい、いい精度のパスを末永に通しました。ワンタッチで前を向いた末永のミドルです。下げてヘナン、下堂、中島がここは寄せます。下堂から縦へのボール、セカンドボール奥山行きます。拾って間横パス、さあ吉岡、中に入って吉岡のシュニッシュ、あ、中行きますね。ここは直接ゴール前へ、いいボール、ヘディング、おー、触ってもう一度コーナーキックに変わります。田口が触りました、まあ、ちょっと枠の、ね、上の方でしたけれども、迫力ありましたね。これもいいボール、来たー、キッパー、いやー、ナイスセーブでした。いいボール入りましたよね。ヘランからのロングフィード、最前線末永、セカンド吉岡、末永、間も行きます。もう球際ハイトする両チーム、ああ中見て吉岡クロス入ってきた、山本、右から中へ山本詰めました、決定機、中盤は工藤葵と、そして鎌田になりました。マセが上がる、マセ入れ替わる、入ってきた、新保後ろから絡む、落としてダイレクトのシュート、工藤葵のミドル、コース変わりました。さあ前半本数を重ねるごとにコーナーキックの精度を上げていった鎌田、ロイボル、きたー、中島元彦、今シーズン12点目、ヘディング叩き込んでアウェー仙台先制。いや、高かったですね。こう敗れました。後半の30分、仙台リード1対0、いいボールでしたね。ちょっと前半の質と変わってましたね。奥がファーサイド多かったと思うんですけど、ニアにね、まあ、ニアのストーンは超えるぐらい、まあ、真ん中ら辺でやられてたと思うんですけれども、サイドハーフの吉岡を削って最終ラインの板倉を入れました。間のロングスロー、ニアサイド浮かせて、なんか流れているヘナンが行く、ダイレクトのシュート、ポスト、マラル折り返して、ここでクリア。いや、このシュートは右のポストに嫌われました、ね、内側でしたし、もう何センチってとこですかね。ノエリが今度は左から、ノエリ、シンボへ、ゴール前4枚、シンボのクロス、酒井後ろから、うわースーパーセーフですね。今林
足よく止めました。飛び込んでたら前高幸。メキがセル、流れてきたボール収めてシュートだ。判定豪華の右足。いや、うまかったですね。田口選手も上がってますね。今田口純と全員が上がりました。山口慎吾の左足、宮江跳ね返す。いや、そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル。ベガルタ仙台リーグ戦4試合ぶりの白星。これで15勝5分け15勝10分け8敗勝ち点55、昇格プレーオフ圏内をキープしました仙台です。ダゾーン